今週のリンクスギア最前線は流体力学に基づきソールは空気抵抗を極力少なくして飛距離を大幅に伸ばすことを可能にした待望のドライバー、リンクスボンバードライバーです。このドラッグソールが空気抵抗を少なくして振り抜きやすいのでボールが吹き上がらずランが出るので飛距離が大幅にアップします。リンクスボンバードライバーは流体力学に基づいて設計されたドラッグソールにより空気抵抗を極力少なくしヘッドスピードをアップさせ振り抜きも格段に良くなり最大飛距離も大幅にアップ。バックフェースをフライングフィンカットという独特な形状にすることによりボールにダイレクトに力を伝えることができます。またクラブコントロールのしやすさを実現するために重心距離を驚異の33ミリに設計。これにより大型ヘッドが苦手な方でも十分にお使いいただけます。重心距離が驚異の33ミリなのでクラブコントロールがしやすく、ルール最大の 460cc の大型ヘッドを採用しているにもかかわらず楽にヘッドが返ってきますね。シャフトはフジクラゴム工業と共同開発のモトーレボンバーカーボンシャフトを装着。七軸テクノロジーの採用で先中上肢の弾きの良いシャフトが飛距離アップを実現します。ヘッドとシャフトの相性がベストマッチなので安心して打てるリンクスボンバードライバーです。距離を追求する皆様のために開発されたリンクスボンバードライバー、ぜひ一度お試しください。リンクスボンバードライバーに関する詳しいことはリンクスホームページまで。